オスマン帝国海軍は、オスマン帝国の保有していた海軍である。オスマン帝国の地中海などへの進出に活躍し、最盛期の16世紀頃には、ベネツィア共和国などと並ぶ、地中海の一大海上勢力だった。帝国の衰えとともに劣勢となり、ロシア帝国やギリシャの海軍に敗北を繰り返した。トルコ革命後は、トルコ共和国の海軍として承継された。 1499年のゾンチオの海戦。オスマン帝国の海軍は13世紀末から14世紀初めに誕生した。1308年にマルマラ海のイムラル島を占領したことがその最初の成果とされている。14世紀中頃にはボスポラス海峡とダーダネルス海峡周辺の正海峡を握った。そしてベネツア共和国などの艦隊と しばしば交戦するようになった。オスマン帝国の領土拡張とともに、15世紀にはその、海上勢力も、国海やバルカン半島沿岸に広がった。コンスタンティノープル攻略戦では、コンスタンティノープルの海上封鎖をしたほか、軍船の陸上移動により、金閣湾侵入を実現したことで知られる。15世紀半ば、以降ヨーロッパでは艦隊に大砲を搭載するように、 なったが1499年にベネツィア艦隊を破ったゾンキオの海戦は海戦で大砲を本格的に使用した最初の例であると考えられている。1538年のプレベザの海戦。16世紀にスレーマン一世が北、アフリカなどへの領土拡大を進めるとオスマン帝国海軍も地中海でさらに勢力を強めた。1522年には ロドス島に上陸して占領し、1533年には北アフリカの大海賊バルバロスハイレッディンを基準させた。1538年のプレベザの海戦では、ハイレッディンの指揮するオスマン艦隊がスペイン・ベネツィア連合艦隊を撃破して、地中海全域の正解権を握るに至った。1560年のゼルバ島の戦いでも、オスマン艦隊は、 スペイン・ベネツィア連合艦隊のが冷戦30隻を撃沈する大勝利を収めた。その後、1571年のレパントの海戦では、オスマン艦隊が逆に大敗したものの、わずか半年で同規模の艦隊を再建し、なおもオスマン帝国海軍は東地中海の一大勢力として君臨した。PD レイスの地図。また十六世紀から十七世紀には、国海。 地中海以外にもオスマン帝国の海上勢力は広まっていた。航海やアラビア海ではポルトガルなどの艦隊と貿易拠点をめぐって海戦を行った。大西洋にも進出し、一時はカナリア諸島を占領したり、三下の海賊勢力が北欧沿岸を襲ったりした。スレーマン一世はアチェ王国のスルタンであるアラーウッティーンの要請に応じて、 マラッカ海峡まで艦隊を派遣した。16世紀にオスマン帝国海軍の提督であったピーリー・レイースが作成した世界地図は現在も保存されている。先月間、マフムディへ、全長62メートルで砲128門を有した。1853年のシノープの海戦。18世紀にはオスマン帝国海軍は停滞期に入った。 ベネツィアとの戦争では若干の成果を収めたものの1768年に勃発したロシアとの戦争では1770年のチェシメの海戦で壊滅的敗北を起死した1787年に再び起きたロシアとの戦争でもオスマン海軍はロシア国会艦隊に敗北してしまった1820年代のギリシャ独立戦争では 弱体なギリシャ海軍にすら河川戦術で翻弄された。特にギリシャ独立戦争中のナバリノの海戦では近代化の進んだヨーロッパ列強海軍との実力差が大きく現れてしまった。そこでイギリスなどの援助を受けて大規模な海軍軍備の増強が図られた。1829年には当時世界最大の戦列艦マフムディエを竣工させ、 単ジマートの一環としても大量喧嘩を進めた。特に第32代スルタンのアブデュル・アズイズは、装甲艦に魅せられて、海軍拡張を進め、その地勢末期の1875年には、オスマン帝国海軍は、装甲艦21隻、その他173隻を有する世界第3位の規模に、達した。しかし、海軍技術発展が著しい時期で軍艦の、 旧式化が早かったこと、中古艦の輸入も多かったことなどから、感染数の増加に比べて戦力は向上しなかった。例えば、クリミア戦争中のシノープの海戦では、旧式な帆船のオスマン艦隊は、蒸気船主体のロシア艦隊に一方的に全滅させられてしまった。人的側面でも、外国人への依存度が高いという問題があった。軍艦の機関員や航海士にはイギリス 故に命令は主に英語で行われ、トルコ人の艦長や歌詞艦を動かす時にのみトルコ語が使われた。さらに艦艇を整備するドックや交渉で働くのはイギリス企業より派遣されたイギリス人の技師や公員で、その数は200名以上に上っていた。また、ギリシャが独立したことは海軍の水兵や歌詞艦の多くを海に慣れたギリシャ人に頼っていた。 オスマン海軍に打撃を与えた。以後は、兵員供給源を、トルコ人に頼らざるを得なくなったため、連度が低下した。1876年に、アブデュルハミト2世が即位すると、海軍予算は大幅に削減され、オスマン帝国海軍の状態はさらに悪化した。理由は、国家規模に不相応な装甲艦の大量購入による、財政難と、 改革派の多い海軍将官への不信感であった。アブデュルハミト2世は、ロト戦争に敗れた1878年から約20年の間、艦隊の主力艦を、金閣湾に経留して、演習公開もさせずに放置させ、連度の低下を招いた。給与支払いの遅れが重なり、元から低い将兵の士気もますます低下した。海軍予算の削減に伴い、イギリス企業は、 オスマン帝国海軍から次々と撤退、親とい外国人も引き上げて3年後には数名を数えるだけとなった。そのため、艦船は主にトルコ人の技師や工員が維持することとなったが、艦の機関ボイラーは急速に機能が低下し、エンジンテレグラフやメーターなどの精密機械も次々と壊れていった。壊れた部品は国内各地の工場にバラバラに修理に送られ、 多くが戻ってこなかった。1890年代にギリシャとの戦乱が押し迫った時に、ようやく海軍の予算が割り振られて艦隊は演習行動することができたが、その時には艦、人、兵器、すべてが役立たずの艦隊となっていた。1890年に日本への遠洋航海中に発生したエルトゥールル合奏難事件も、このようなオスマン帝国海軍の惨状が生んだ。 事故であった。1891年、ギリシャ海軍がフランスに発注した、イドラ級解防戦艦3隻中の2隻がピレウスに到着したことを知ったスルタンは、海軍予算を決める権限を持つ、大最小、キャンアミル・パシャに対し、新興国のギリシャでさえ、最新の装甲艦を購入できたというのに、我が国の海軍が艦隊を整備できないのはなぜか、と厳しく問い詰め、 海軍予算の値上げを約束させた。しかし、むやみに、海軍予算を増やせば、国庫に破壊的な影響を与えかねないので、大宰相は海軍に、当面は新たに戦艦や巡洋艦を購入せず、現存の装甲艦を修理もしくは近代化改装を行うことで満足し、これにより、解剖に努めてもらいたいと見解を示した。この見解は、スルタンの怒りを買い、 宮廷より大宰相に文書により出席が来た。慌てた大宰相はあらゆる財政的な手段に訴えて費用を捻出し、新式の装甲艦と巡洋艦を調達する。しかしながら今から浸造しても完成には3、4年かかるため迅速な国防には間に合わないため海軍には原油の装甲艦を改装することが防衛上先決であるとの考えから今年度予算を 編成したが、新型艦は国債から捻出する資金によって短期間で増戦することを条件に購入するべきで、あるとの見解を示したと弁明したが、どう言い繕っても旧式化した装甲艦に代わる主力艦の購入はまずなかった。海軍はやむを得ず、既存の装甲艦を近代化改装して少しでも戦力を維持しようと努めた。 この根拠は1883年10月9日に当時の海軍大臣発散パシャが出した艦隊の維持に関する質問書でその回答は以下のようなものであった。帝国艦隊の総甲艦14隻中のうち有事に出撃可能なものは6隻のみである。帝国の軍艦の艦砲は全て全装式なので現在の装式への換装を計画中である。 艦隊用の燃料備蓄は現段階は少ないが、有事の際は国庫負担で購入し準備されるであろう。常備兵の数は原因され、現在の人員では維持で、手一杯である。有事には、予備役を招集し、正規軍を編成する。当時使用中の艦砲は、イギリスのアームストロング社製埋葬法を優先して、搭載していた。しかし、フランスの加盟社やドイツのクルップ社で、 操作は簡単、装填作業が楽、射程も長い後葬式が開発されていた。オスマン帝国海軍はイギリスとのつながりも薄れたため、ドイツのクルップ社から大砲のカタログを取り寄せ、各艦ごとに搭載可能な大砲の大きさと数を検討し、リストアップした。それと同時に、アームストロング社には既存の大砲を改造して、5葬式にできるか。 できたとして費用はどのくらいかを確認した。同社は改造は可能で改造費は300から450ポンドでできるが自社の同口径の5葬式よりも射程は劣ると返答した。1903年に近代化改装された装甲艦メスーディエ。改装を行ったのはイタリアのアンサルド社。まるで装甲巡洋艦のような艦姿となった。そのため、 海軍は当時建造中であった装甲艦、ハミディエ及び既存装甲艦のうち程度の良い6隻へは新しく、クルップ社の護送法を購入して取り付けることとし、残りの程度の悪い軍艦には既存のアームストロング砲を改造しご装式にしたものを搭載することを決定した。しかし、艦装は予算難から父として進まず、結局は完走計画は頓挫して、 多くの艦は前走砲をそのまま使い続けることとなった。さらに、艦隊の走行艦の走行の材質は鉄であったが、時代はすでに鋼鉄となっていたため、成功設備を輸入し、国産の鋼鉄で走行を鋼鉄に切り替えることとなった。また、多くの艦の機関用ボイラーが20年間も整備されずに酷使され続けたものであるのを、航行に耐えないとして取り替えることとなった。 もっとも既存の装甲艦はもともと低速であり、補修をしたとしても主力艦として低速なのは否めなかった。1903年に収益した新造防護寿命艦メジリーエア、メリカのクランプ社製。1904年に収益した新造防護寿命艦ハミディエ、イギリスのアームストロング社製。1887年に海軍は装甲艦。 オスマにいマフムディエ、オルハニーエ、アズイーズイエの近代化改装を計画。1889年に予算が下り、ようやく許可が出されたため、1890年にまず、オスマにいアズイーズイエの2隻の近代化改装が開始された。しかし、1891年に、海軍はドイツに駆逐艦、ムアベネ・ティミ・リィエ94隻を発注したため、 改装に使える予算は少なくなった。そのため残り2隻は改装を中止、改装中の2隻の工事は延期を重ねて、オスマニーエは1892年に改装終了、アジーズエは1894年までかかってしまった。その間に列強海軍は全土級戦艦の時代に入っていた。その後、メスーディエもイタリアで近代化改装を行うことになり、 1903年に完了した。このほか1880年代後半には、ノルデンフェルト式潜水艇2隻、1903年と1904年に、防護巡洋艦1隻ずつ、計2隻を導入している。潜水艇は、実用に耐えなかったが、防護巡洋艦、メジディエとハミディエは貴重な新型艦として、長年にわたって使用されることになった。 1910年にドイツから購入した全土旧戦艦ブランデンブルク級、バイセンブルク改め、トゥルグトレース。同じく1910年にドイツから購入した全土旧戦艦ブランデンブルク級、クーアフュルスとフリードリヒビルヘルム改め、バルバロスハイレッディン。1908年に青年トルコ人革命が起き、アブデュルハミト2世は大尉に追い込まれた。 オスマン帝国海軍に対しては統一と、新ポ委員会の下で、さらなる近代化努力が行われることになった。官邸取得のため寄付を募って、ドイツから、全土旧戦艦、ブランデンブルク級のうち2隻を購入し、クーアフィルストフリードリヒビルヘル。これ以後も、ドイツとフランスから、水雷艇の購入が続いた。しかし、十分な戦力化は短期間にはできず、 1911年に起きた井戸戦争ではイタリア海軍に全く対抗できなかった。近代化海装後の総甲艦アブニラーは撃沈され、当時の首都イスタンブール沖までイタリア艦隊が侵入して艦砲射撃を行うありさまだった。1912年の第一次バルカン戦争でもエリの海戦とレムノスの海戦でギリシャ艦隊に大敗し、 オスマン海軍の無力な実態は再び世界に知らしめられてしまった。エリの海戦では、ドイツから勝った全土急戦艦、バルバロスハイレッディングは、新鋭とはいえ格下の装甲巡洋艦に過ぎない、ギリシャ艦隊機関、イエロギオフ・アベロフに大破させられた。続くレムノスの海戦では、レムズイベー大佐に率いられて、ダーダネルス海峡を渡った、オスマン艦隊が、 レムヌス島まで13マイルの地点で、コンドリオーティス帝徳の率いるギリシャ艦隊に、迎撃された。装甲巡洋艦、アベロフを発見した、オスマン艦隊は、退却を試みたが、長距離砲撃と追撃を受けて、約2時間後には、アベロフに5000メートルまで接近された。オスマン艦隊は、友軍のダーダネルス要塞の射程まで配送した。この戦闘で、 全土急戦艦、バルバロスハイレッディンと、トゥルグトレースは沈没こそ免れたものの激しく、炎上し、バルバロスハイレッディンは二番手砲塔が、使用不能となり、同じく、トゥルグトレースも、砲塔一機が破壊された。さらに、装甲艦、アーサールテブフィクも大破し、オスマン側の人的被害は、戦死31名、負傷者82名を数えた。 オスマン艦隊は大将砲弾合わせて800発を放ったが、ギリシャ艦隊にはほとんど打撃はなく、1名が重傷を負っただけであった。1915年に取られたイスタンブール沖のオスマン艦隊金閣湾に停泊中の第一次世界大戦勃発時のオスマン艦隊とメフメト五世の肖像を。集められた寄付金などを財源に、オスマン帝国はイギリスに土球戦艦。 レシャディエとスルタンオスマン一世を発注した。領艦は完成し、代金も支払われ、開港にあたる上院の訓練も開始された。しかし、第一次世界大戦直前の8月初旬、イギリス政府はオスマン帝国が敵国となった場合に、これらの有力艦を使用することを恐れ、一方的に二隻の戦艦を摂収してしまった。この行為にオスマン帝国の世論は激高し、 反栄感情は頂点に達した。イギリス軍事顧問団は国外退去処分となった。ドイツより購入した軽巡洋艦、ブレスラウ改め、ミデッリ。写真はブレスラウ時代。そこへ対戦勃発直後に侵攻のあったドイツから地中海艦隊の巡洋戦艦、ゲーベント軽巡洋艦、ブレスラウがオスマン帝国領へと避難してきた。オスマン帝国は ドイツ政府との交渉の結果、このドイツ艦隊の譲渡を受けることとなった。これにより中立違反を回避しつつ、ドイツ艦隊は保護され、しかも、オスマン帝国海軍の飛躍的増強が実現した。イギリス政府は港南取り混ぜて、国会からのドイツ艦隊の追い出しを図ったが、イギリスの長年の不当な対応に加え、つい先日に行われた、接収の防許を例に、 オスマン帝国政府に反論されては、イギリス政府は脅迫の言葉を残して諦めるしかなかったのである。ゲーベンは16世紀のスルタンである、セリム1世にちなんで、ヤウズ・スルタン・セリムと改名し、艦隊に編入された。オスマン帝国海軍は、イギリス軍事顧問団の退去と、ドイツ艦隊の編入により、元ドイツ海軍軍人によってその実権を握られることになった。 ゲイベン・ニザ・上司、ドイツ地中海艦隊司令官だったビルヘルム・ゾウヒョン、少将がオスマン帝国海軍の司令長官に就任した。元ドイツ艦2隻の上院の大半はドイツ人のままで、これに加えて他のオスマン海軍艦艇の多くの艦長にもドイツ人が就任した。オスマン帝国はなおも中立を保っていたにもかかわらず、1914年10月29日に、 ヤウズ・スルタン・セリム以下の艦隊はセバストポリなど国海沿岸のロシア領各地を攻撃した。これをきっかけにロシアに戦線復刻され、オスマン帝国は中央同盟国側として参戦することになった。オスマン帝国海軍は国海方面ではヤウズ・スルタン・セリムを中心にロシア海軍と交戦した。サールイチ岬の海戦をはじめ3度にわたる戦艦同士の砲撃戦も 発生したが、決定的な結果とはならなかった。連合国軍のガリポリ上陸作戦に対しては、多数の機雷を敷設するなどして対抗した。機雷により、英物の戦艦3隻を沈めたほか、大型水雷艇、ムアベネティミリーへの雷撃で、戦艦、ゴライアスを撃沈するなどの戦果を挙げた。しかし、イギリス海軍潜水艦の英下海進出により、戦艦、 バルバロスハイレッディンギア、総交換、メスウディエを撃沈され、行動の自由を奪われていった。オスマン帝国の敗戦後、海軍の残存艦艇は、マルマラ海のプリンシズ諸島に抑留されるか、金閣湾に封印された。トルコの独立回復後、残存艦艇は返還され、トルコ共和国海軍の艦艇として引き継がれた。巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリム、全土旧戦艦、トゥルグト。 ルイス、防護巡洋艦、メジディエと、ハミディエ、水雷砲艦2隻、駆逐艦3隻、水雷艇4隻などが修理の上使用された。ジェレミー・ブラック・ヨーロッピアン・ウォーフェア1494から 1660P168 から177装甲フリゲート6隻、アーサール・テブフィク、メスウディエ、装甲コルベット4隻、装甲解剖艦4隻、この時、 すでに艦隊は3年以上も危機器の手入れがなされていなかった。野戦に備えるためのサーチライトがない、魚雷攻撃から停泊する艦艇を守るための棒がみなり網がないといった不備もあった。前奏式とは、大砲の前から砲弾と策略を入れる形式。後奏式とは、現代の艦砲と同じく敵に方向を向けたまま大砲の後部を開いて、砲弾と策略を入れることのできる形式のこと。 艦隊の燃料の石炭、石油を購入する予算がなく、備蓄さえしていない。燃料などの重要軍事物資は有事に迅速に調達できるものではない実際に有事となった時、招集された予備役は全く訓練を受けていなかったために、現場では何の役にも立たなかった。ただ、船内のベッドを埋め、食料を消費しただけだった。かといって、常備兵も、 新兵で海に出た経験がないので、海に出ると、船酔いのため航海、砲術訓練ができないという惨憺たるありさまであった。ハミディエに 24cm 単装砲10機と 17cm 単装砲2機、メスディエに 26cm 単装砲12機など、例えば走行艦、メスディエは設計上の最大速力でも13.7ノットなのに対し、 この時代の他国の主力艦の多くは15ノット程度は出せた。アブデュルアズイズより解明。接収された二隻はイギリス戦艦、エリン及びエジンコートとなった。例えば、対戦中にイギリス戦艦を撃沈した大型水雷帝、ムアベネティミリーへの艇長もドイツ人隊員であった。ミノ P219。ありがとうございます。